スタートをして優勝候補と言われているオリックスがちょっと負けが込んできた状況で、首脳陣としてはどんな思いでこれシーズン序盤戦を送っているんでしょうか。まあ、確かにね、はい、ここまでというか計算外のことですからね、まあ、やっぱりこう歯車が合ってないというか、やっぱり選手の故障と不調、はい、この辺からの始まりですけど、まあ、でもこれだけの選手を整った中、選手がいる中でね、やっぱりコーチもやりがいがありますし、ある意味でプレッシャーもありますけど、はい、やっぱり選手に対しての信頼感は持って挑んでると思うんですよね、はい、ですから私はこう数字的には多少心配される方もいらっしゃるし、はい、同時に開幕ということで非常に心配してるんですよ、これ